皆さん、こんにちは、こんばんは。今回ハインフェクテッドスペースエリートを EPG プラストーピードで遊ぶよ。最初に挙げたやつと廃屈化装備の更新を行ったテスト的なもの。まあ、宇宙の DPS 割りかすぐ装備更新なんだよね。金と時間がかかってしょうがないね。仕方ないね。このテストランの DPS 派こんな感じ。まあ、低くも高くもない感じ。前回から3万ほど上昇して入るものの。お船派、フリートに入ってとあるプロジェクトを最大にまで上げると購入可能になるよ。インフェクテッドスペースエリート破壊幕の玉っころとルービックキューブを制限時間以内に倒さないと失敗だよ。抵抗派無意味だよ。おとなしく同化されちゃいな。ボブがなんか言ってるけど、さっさと倒すよ。我々ハボーグだ。抵抗派無意味だ。うっさいね、死ね。マウスポチポチ。ああ、適応できないよ、助けて。うふふ、防具なんてもう敵じゃないんだよ、ただの的だよ。おのれー。さあ、死のうか。つえで、左中央の玉っころ派残っててもこの時点でハムし、右、ゲートを潰すときに、玉っころが残ってたら処理、キューブ、終わり。ガチンコさん5人いたら、2人、3人に左右分かれて同時に処理するやり方もあるけど、現時点でハスプリットランできるのかわからん。敵さんのヒットポイントの総数は200ミリオンくらい。削り切れるんならいけるのかもね。スプリットでも、玉っころと歯最後のイカリング倒すときにまとめて処理するよ。その方がロスが少ないよ。玉っころとイカリングが同じ射線上に入るようにね。キャノン派45度しかないんだけど、CSV 派去年強化されてて、CSV 使用時派90度まで射角が広がるよ。嬉しいね。ダメージにフランクとか出てるのは、ちょうど後ろから攻撃した時に出るログだよ。基本は後ろから、これをどれだけ取れるかでも DPS 派変わってくるんだ。EPG 派その限りじゃないけど、この船派レーダータイプだからね。ボーナスがつくんだよ。EPG って楽しいんだよね、うろう。じゃあ、玉っころ処理して残りハイカリングとルービックキューブ。EPG 派キャノンとかビーム系ほどコストも高くないし、割とすぐ DPS 出せるようになるよ。くっそ高いガチャのお船のトレートもいらないしね。だいたいシーストアとロバイストアのお船で揃うよ。なんか防具がかわいそうになってくるね。じゃあ、助けてくれ。なんか言った？早終わらして帰ってホロデッキで遊ぶんだよ。あ、もうドローンやめたいよ。うえー、許して。ダメだよ、おとなしくしね。誰か助けて。うふふ、苦しめ、苦しめ。あ、我々ハボーグなんだよ。じゃあ、いつの間にかこっちがやられる側になってるじゃないか。防具の時代は終わったんだよ。我々は不滅だ。じゃあ、こんなはずじゃあ。救難信号出さなくっちゃ。ごめんね、出せないよ、死ね。苦しい、助けてー。それじゃあ、バイバイ。